皆さんこんばんは。すいません、ね、突然。はい、お待たせしました。それではね、千秋のバブリーナイト、6月のバブリーナイトを始めたいと思いますけど、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それではですね、懐かしい昭和の曲からいきたいと思います。今日はね、私高校の同級生が
初めて来てくれたんですよね。彼女はね、本当に私のね、もうすべてをほとんど知っているのでね、余計なこと聞かないようにお願いします。はい、ありがとうございます。あ、ごめん。あ、うるさくないですか？大丈夫ですか？ちょっと足りないぐらい。ちょっと足りない？本当。もう全然あるね。もうちょっと。はい。まさに怒られちゃう。まあ、抑え気味だからね。そう。抑えてるね。最初ね、最初はね、先月のね、新曲のおさらいを2曲続けてやらせていただいております。はい。2曲目です。覚えてますでしょうか？遅く長いこの道、振り返れば遥か遠くふるさとが見える。遠くの道や曲がり
狭いけど。いらっしゃいませ。これしよう。ありがとうございます。じゃあじゃないよ。はい、蒸し暑いですよね。今日はクーラー、クーラー入れてくれ。クーラー。口が回ってない。また地元の。そういう意味じゃないんだけどな、ついつい出ちゃうんですよ。クーラーね。今日はね、同級生がいるんですからね。同級生来てくれたの初めてですね、うん、女性は初めてですね。男性はちらっとあのちょこっと来てくださった方がいらしたけど、あ、同級生です。伊原高校同級生。はい、もうもういつ必ず佐野みのるさんの話が出てくる。あの名前はいつも出てくるんですけどね、あの一回も聞いたことない。佐野みのるは佐野公務店5000円、こっち中古チェア。地元ネタで盛り上がっております。はい、カンバラはね、同級生多いんですよ。やっぱりカンバラ高校って言われてたんですよ、伊原高校。できたばっかりの頃。カンバラ高校ってみんな呼んでたんですけど。そうそうそう。私はね、生まれは伊原、ここも伊原郡、カンバラ町だったんですけど、こっちの伊原でなくて、向こうのね、清水の、ね、山の方の伊原なんですけど、伊原小、伊原中、伊原高とですね、エスカレーター式でですね、ここへ通っていました。1時間ぐらいかけてですね、そんな思い出の思い出の曲じゃないの。こんな思い出の曲なんだ。その頃流れてたっけ。その頃流れてたっけ。多分前が変わってるからね。Yeah.
千秋はですね、こんなね懐かしい昭和のバブリーな匂いのプンプンするねあの曲を中心に、やらせていただいております。第一土曜日は千秋のバブリーナイト、ぜひ毎月通っていらしてください。はい、ありがとうございます。第一土曜日ですよ。仕込んでない。なんか出し物。ないよ。出し物。出し物みたいなもんだよね。ないですって。それではね、あと2曲。だあの第1ステージはあと2曲からありましたけどね。
のシグマでした。懐かしいでしょ。それではですね、第一ステージ最後の曲となりました。今日バブリーな曲で終わりたいと思います。一緒に歌ってくださいね。
ありがとうございました。ありがとうございます。